これが今考えている地球の、フラットアースのイメージです。ここの部分が、外が、惑星の、肉の部分、地殻の部分ですね。中心部分が空洞になっているってことです。インナーアースと言いましたけど、セントラルサンって言うんですよね。で、こっち側が地球ですよね。ほんで、太陽があって、反対側を、例えばアガルタとするわけですよ。仮説ですけどね。全部仮説ですけど。で、この表、こっち側が、南極の壁。これも寒いから凍ってしまうんですよね。こっち側も。んで、この間、ロケットがね、こっから上がっていって、なんかにぶち当たって止まってるんですよね。おそらくね、この辺にね、シールドを貼ってるんだと思うんですよ。というのは、昔バード少佐が、終戦直前のところかな、直後かな、バード少佐が南極探検に行って飛行機で、穴に入っていって、それから、インナーアースに入ったっていうビデオがあったんですよね。その時に川があったり、恐竜がいたりしたって。んで、都市に行って、UFO とかもあったらしいんですよね。で、君たちは何で来たんかとか言って、で、ちゃんと送り返してくれた。ただし、その後に、シールドを貼って、もうまあ、他には入ってこれないようにしたっていうんで、ここにシールドがあるんじゃないかと思うんですよね。っていうのは、ロケットの、突き刺さる時に、もし水であれば、水しぶきがあるし、30メートル、50メートル突っ込んでいくはずだから。ない。で、氷でも氷の破片が飛ぶ、土でも土の破片が飛ぶ、何もなく、何かに刺さってるんですよね。だから、なんかシールドがあると思いますね。ここの部分は空洞がずっとあるのかもしれないけども、結局は氷でからどんどん氷が積もっていって塞がれてしまってると思うんですよね。案外こういった、地球の空洞説、じゃなくて、惑星空洞説。場合によっては、この惑星のことをね、エホバとか言うのかもしれません。それからこれが月ですね。太陽と月。太陽は少し楕円軌道というか、軌道を曲がっているのは、この惑星自身が回転しているし、軸が、斜めなので、そういう、セントラルサンっていう、放射線が集合した発光体があると仮定しています。で、月は今のところイメージとしては太陽の出来損ない。で、なぜかこれと対照的な位置にぐるぐる回っているっていう、なんかそんな仮定にしています。まあ月は人工物だとかね、中に宇宙人が5億人いるとかいろんな説がありますけど、今のところ仮定としては太陽の出来損ないの、まあ、太陽系で言えば太陽と木星はガス、ほとんどガスですよね。だから太陽の出来損ないなんですよね。それと同じで、イメージしてます。で、これから、考えを進めていって、もうどうしても矛盾が出るならば、どっかで修正するしかありません。例えば、地球から糸川に行ってますよね、小惑星。で、戻ってきましたよね。で、これをどうやってこれから説明するかちょっとね、まだ全然わかりません。以上です。